ホーンテッドマンションホリデーとは、アトラクション、ホーンテッドマンションが存在するディズニーパークにおいて、ハロウィン期間から翌年に1月の期間限定で、映画、ナイトメアビフォアクリスマスをモチーフに、ホーンテッドマンションの通常の営業を休止し、同アトラクションの内容や外装を大幅に変更した上で、全く別のアトラクションとして運行する期間限定スペシャルバージョンである。 ハロウィンタウンの人気者のジャック・スケリントンは、ある暗い冬の夜、ハロウィンタウンには何かが足りないと思い悩んでいた。そんな時、ジャックは、クリスマスタウンという街でその暖かい明かりに魅了され、ついに、サンディクローズになることを決心する。そして今宵サンディクローズは、最初に彼が来るのを心待ちにしていた幽霊たちの住む、この屋敷、ホーンテッドマンションを立ち寄ることになった。 中では幽霊たちがクリスマスの飾り付けをしている。ハロウィンとクリスマスがぶつかり合う時が来たのだ。彼はおもちゃで膨れた大きな袋を背負ってこの屋敷へと向かうのだった。今悪夢を呼ぶクリスマスが始まろうとしていた。アナハイムのディズニーランドでのホリデーの成功を受けてマジックキングダムのホーンテッドマンション用に新たにホリデーのプロットが開発された。しかし、 マジックキングダムが導入の中止を決めたことから、開発されたプロットはそのまま東京ディズニーランドに転用されることとなった。東京ディズニーランドのホーンテッドマンションはマジックキングダムを元に設計されているため、ほぼそのまま導入することが可能であった。導入にあたっては名称を単なるホリデーからホリデーナイトメアーと変更した。これがホーンテッドマンションホリデーナイトメアーである。 ホリデーナイトメアーの時期のみ、ホリデーナイトメアー版の様々なグッズを東京ディズニーランドで購入することができる。毎年、グッズの絵柄やデザインが異なっているのが特徴。また、ナレーションでは、ルームバギーのことを黒いソリと言っている。2020年9月から2021年1月においては、新型コロナウイルス感染症対策で開催が中止となった。ありがとうございます。